本日の石紹介ということで、この石は何という石？これはオリーブグリーンカルサイトっていう石になります。オリーブグリーンカルサイト、はい、カルサイトっていう石がある。はい、崩壊石っていう。崩壊石崩壊石崩壊石中国人の方みたいな崩壊石ちょっと意味がよくわかんないんですけど、崩壊石って名前、ね、崩壊石カルサイト、はい、カルサイトの中の、はい、オリーブグリーンの色をしている、はい、カルサイトというのはじゃあいろんな色がある。オレンジとか、はい、あとは白ももちろんそうですけど、はい、そうですね、そういった色がありますね。これ綺麗なグリーンですね。可愛いんですよね。でもそれカルサイトって割れやすい性質持ってるんですよ、はい、ほう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 。で一定方向に割れるので、うん、本来はなんですかね、平行四辺形に割れるんですよ、うんうんうん、一定方向に割れるので、うん、なので丸い形を作るのっていうのはすごい難しいんですよね。へー、加工が難しいんですよね。カルサイトカルサイトは加工が難しいけど、こんな丸く綺麗になってるのはだから珍しい。なのってか、そうですね、まあ、加工が作るのが大変、うん、ほー、これはどんな意味合いが。カルサイトはですね、心の平穏とか、あとネガティブなエネルギーを取り除く、あ、これがあるとっていう意味が、はい、あります。ほー、これでも結構高いんじゃないですか。これ6000円ぐらいですね。あ、6000円、うん、6万円とかじゃなくて6000円。カルサイトは比較的よくあるというか、うん、お値段もリーズナブルな感じなんですよね。でもすごいね、キラキラしてますね。キラキラしてて透明度も高いし、でちょっと中にこう線が、ね、模様みたいなのも入ってて、はい、あ、じゃあぜひね、これネガティブなエネルギーなんかちょっとね、うん、心がざわついてる方とかにはいい、あとなんかちょっと落ち着く感じの色ですね。そうです ね、はい、こう強さがいい意味でないっていうかね、うんうんうん、穏やかな抜け感がありますよ ね、はい、穏やかな色、うん、ぜひオリーブグリーンカルサイト。